こんばんは、あなたの前テレビ、錬金 TV のバスケです。今日はね、この望遠鏡を紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでね、わかりますでしょうか。これはね、実はね、VOGUE60N でございます。VOGUEってね、望遠鏡のメーカー聞いたことありますかね。私はね、かれこれね、いろんな望遠鏡をね、買ってきましたが、このね、VOGUEというメーカー買うの、実はね、初めてでございます。しかもね、中古品。当然ね、このメーカーね、チェックはしていたんですけれどね、あまりね、今まで買う機会がね、なぜかなくっていうかね、意図的になかったっていうのかね、私ね、リング沼っていうのがね、実はあんまり好きじゃないんですよ。多分ね、人によってね、すごい分かれると思います。むちゃくちゃね、ハマる人はハマると思いますし、私のようなね、シンプルなね、完成品がね、いいっていう人はね、多分あんまり買わないんだと思います。でね、今言ったお前は何言ってるんだっていうね、話をすると、実はね、VOGUE60N という製品は、ここまでなんです。まあ、キャップがありまして、で、対物レンズがありまして、で、ここにね、VOGUEではね、鏡頭と呼んでいる部分がありまして、で、こっちには何もついてないんです。ここまでがね、VOGUE60N という商品でして、で、この先にね、私がこのようにアレンジしたものをつけてます。当然、VOGUEというメーカー的には、完成されたね、天体望遠鏡という、そういうラインナップもあるんですけれど、天体望遠鏡関連で参照しているブログだとかね、YouTube だとか見てると、あまりその完成されたね、望遠鏡を買ってるっていう人はね、ほとんどいなくって、大体ね、パーツパーツをね、組み合わせて皆さんね、楽しんでるって感じですね。そしてね、この錬金 TV もね、あまり上級者向けの天体望遠鏡っていうのはね、扱っていないっていうこともあって、で、あんまり VOGUEという天体望遠鏡も紹介したことないんですけれど、まあ、今回ね、この錬金 TV のね、改革の一環として、一番初めのね、ロゴ見ていただけるとわかる通り、初心者向けと、まあ、一般向けとマニア向けっていうね、その3段階に分けることでしたので、今回はね、マニア向けということにね、割り切って、このね、ちょっと難しい VOGUEのね、話でもしようかと思ってます。私もね、VOGUE入門者なんですよ。なのでね、的確なことを言えるかどうかちょっと分かっていませんが、この望遠鏡ね、なかなか奥が深いというのか。それではね、この VOGUE60をね、簡単に紹介するとね、これはね、口径 60mm のね、アクロマートの天体望遠鏡です。アクロマートっていうのは言葉的にね、アクロマートって言いまして、クロマートっていうのは色って意味なんですけれど、アっていうのは対抗するって意味があるので、色周差に対抗するっていうね、意味があるんですね。なので、アクロマート。2枚のレンズをね、貼り合わせてできている対物レンズでございます。で、最近もね、特にフローライトを使った FL レンズをね、使っている製品が多い中で、実はね、この2022年、新たにね、新製品がね、発売されたんですよ。それがね、ミニボーグ54という製品でして、ここずっとね、ボーグの歴史を見ても、非常にね、珍しい、アクロマート回帰っていうやつですかね。そのような天体望遠鏡がね、発売されたんですね。で、ざっとね、ボーグの歴史を振り返ってみますと、このボーグというね、ブランドができる前は、まあ、トミーテク社。まあ、それ以前で言うとね、トミー社が、ファミスコ60っていうね、天体望遠鏡を発売したんですけれど、それがね、ボーグの起源となっています。そのファミスコ60ってのはね、私もよく覚えてまして、ハレー彗星が来るね、1年前、1985年に、全国のね、おもちゃ店でね、発売した望遠鏡なんですね。でね、宣伝活動もすごくってね、学研の本とかね、当時みんな読んでたんですけれど、その学研の本にもね、ファミスコ60のね、特集とかがね、されたりしてね、多分当時一番売れた望遠鏡じゃないかなと思ってます。で、そっからね、私もね、ファミスコ60がどうなったのかっていうのはよくわかんないんですけれど、6年後のね、1991年にこのボーグというね、ブランドが立ち上がったってね、ホームページに書いてあります。ですので、ボーグ自体のね、歴史は1991年スタートということなので、今年でね、31周年ということです。で、このボーグ 60N という商品は、結構ね、前に発売された望遠鏡ですね。結構ね、見た感じがね、ファミスコ60にね、似ててね、私的にはね、かなり、ノスタルジーをね、感じます。で、今回ね、そのボーグ54が発売されるっていうことでね、私もね、ボーグ54ね、欲しいなって思ってたんですけれど、ちょっとね、値段がね、びっくりするほど高いというのがあって、天体望遠鏡仕様になると11万6千円っていうね、価格がついてるので、ちょっとこれはね、手が出せないかなと思って、で、中古品を見ていたらね、これに出会ったっていうことなんですよ。これはね、天体望遠鏡ショップのね、スコーピオさんでね、買ったものなんですけれど、見てください。これまたね、傷一つないね、備品でございます。超備品でございます。あそこのショップに行くとね、かなりの掘り出し物がね、見つかるという。もうここ最近でね、二つ買っちゃいましたね。はい。経緯はね、以上でございます。
それではね、このボーグ60を先ほどのね天体望遠鏡にね仕上げていきたいと思ってますが、ボーグには大きく分けて2種類ありまして、単にねボーグと言われている製品とミニボーグと呼ばれている製品群がありまして、これ実はねミニボーグと呼ばれている製品群で、最近発売された54とね対物レンズを除いたら共通したねパーツを使うことができますので、もし54をね対物レンズだけ買う人もねちょっと参考にしてみてください。対物レンズっていうのはね、ここをねキュッて外すとね取れる、この部分がね対物レンズです。新しいね、ボーグ54はね、この対物レンズだけでね、売られてもいますので、それが33,000円だと思ったんですけれど、ちょっとあまりにも高いなと思った人は、対物レンズだけ買って、こっちに関してはね、中古品を見つけたりして、もうちょっとね、安く仕上げるっていうね、手はね、いくらでもありますね。でね、この切り離されたパーツ、これもね、パーツ自体でね、以前売ってたもので、これはね、ミニボーグ教頭というパーツです。今はね、ミニボーグ教頭デラックスっていう名前になってたのかな。ここにアルカスイスのね、台座がつくようになって、ここ自体もね、外せれるようになってますね。でもね、旧製品の教頭もね、ここにね、カメラのネジがついてますので、まあ、こういうようなあり方を使えば、天体望遠鏡の台座としてね、機能すると思います。これはね、ミザールから発売されているね、あり方ですね。これを、キャットユーズドテレスコープっていうね、中古パーツショップからね、新品をね、入手することができます。それをね、このようにつければいいです。このね、ミザールのね、あり方のいいところは、おや、ちょっと待ってね。持ってきました。このようなね、天体望遠鏡用の網溝に、固定することができますし、こんな感じで。まあ、簡単にね、こう前後移動もできますしね。で、あとね、裏技として、これアルカスイスの台座なんですけれど、これにもね、つけることができるんですよ。ほら、この通り。当然ね、前後移動もできます。このね、ミザールのね、ありがたのね、この便利さあまりね、知られてないので、一度使ってみてください。非常に便利です。ただね、ビクセンの赤道儀や軽台はね、この固定ノブがね、ちょっと短いので、ホームセンターでね、固定ノブを買わないとね、取り付けられませんので、それだけはね、注意してください。はい、ということでね、教頭部分に台座をつけることができました。ちなみにね、この教頭、このネジをね、緩めると、このようにね、ビヨヨンってね、伸びるようになってます。で、このストロークがね、確か 45mm だったと思います。ちなみにね、この対物レンズとこの鏡と白い部分ですね。これの外径はね、60mm となっております。ですのでね、60mm の鏡頭バンドを使えばね、鏡頭バンドで支えることもできますね。ガイド鏡として使う人はね、ぜひね、そのようにして強度をね、保ってみてください。それでは、接眼部に行きます。このね、ミニ防具鏡頭にはね、ここ、M57 のメスネジが付いてるんですけれど、これにね、対応できるリングっていうのがね、実はあんまり、他のメーカーではね、ない形式なのでね、これだけはね、防具パーツをね、買ってきました。これはね、7522という品番のパーツです。この M57 のネジから、まあ、とりあえずつけてみますね。つけたら、ここのね、周りがね、実はね、T2 仕様、いわゆる T リングがね、つけれるようになってます。で、さらにね、この内側にはね、36.4mm のメスネジがついてまして、このようなね、36.4mm の接眼パーツがね、このように取り付けられるようになります。こういう風にすればね、天体望遠鏡としてもね、機能しますが。ただね、ピント調整がね、この周動だけだとね、高倍率にはちょっとね、心もとない気がしますので、このね、防具パーツ、M42 ヘリコイドというものを、ここにね、つけます。そうするとね、ヘリコイドによって微妙なピント調整もね、できるようになります。ですので、このね、周動で大まかにピント合わせておいて、ヘリコイドでね、詳細に合わすと。そのね、2段階の手順を踏めば、ピント調整がね、可能になりますね。そしてね、この M42 のヘリコイドのこっち側、接眼側はね、T2 のオスなので、このね、T2 から 36.4 の変換アダプターを一度またはめて、そしてね、36.4 から今度は 31.7 の接眼アダプターをね、つけるってことです。そして最後に、整列天頂プリズム。それをね、ここにつけます。別に普通の天頂プリズムでもいいんですけれど、まあ、防具といったらね、整列天頂プリズムがついてるってイメージなので、私もね、整列天頂プリズムをね、つけてみました。まあ、お好みのアイピースをつけたらね、完成です。はい、ということでね、わかりましたでしょうか。これがね、ミニ防具60アクロマートでございます。まあ、基本的にはね、天体望遠鏡のね、完成品がね、高くて買えないよっていう人はね、このようにね、いろいろ防具パーツを駆使したり、他社製のね、パーツを駆使して、一つのね、天体望遠鏡に作り上げていくってわけなんですけれど、このようにね、一つ天体望遠鏡を組み上げてしまえば、あとはね、最新型の対物レンズどんどんね、つけれるようになっていきますので、
新しく発売されたミニ防具54をね、ここにつければ、最新型のね、天体望遠鏡がね、格安でね、手に入るっていうね、そういうことなんです。そこがね、防具のいいところです。まあ本当にね、防具というのはね、マニア向けたる望遠鏡のね、ゆえんということです。